こんにちは。新代理メンバーの高橋静香です。本日は模擬面接の企画ということで、今回も毎度おなじみ南さんに来ていただきました。南さん、よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。南です。最近本を出しました。買ってください。ぜひ見てみてください。概要欄に貼ってあるので。今日ここにパソコンがあるんですけど、はい、なんでかと言いますと、はい、本日参加してくれる学生が Zoom 参加ということで、なるほど。学生さん、ちょっと軽く自己紹介の方お願いします。はい、明国大学経営学部3年生の池田と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まだね、新3年生で24卒なのに喋り方がすごい、確かにしっかりしてそう。しっかりやってます。なんか穂積君を思い出させるような子なんですけど、はい、今回はですね、 IT ベンチャー企業南エージェントを、あの大人気企業の南エージェントですね。はい、南エージェントを想定して面接をやっていきたいと思います。はい、ということで池田さん、準備の方はバッチリでしょうか？はい、お願いいたします。おー、早速面接の方を始めていきたいと思います。南さん、池田さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあまず、1分間程度でいいので自己紹介をお願いします。はい、龍谷大学経営学部3年生の池田と申します。24卒なのですが、昨年度1年間休学をしておりまして、半年間長期インターンシップと、その後語学留学に3ヶ月ほど行っておりました。現在は前の会社とは別のところで法人営業の方をインターンシップとして行っております。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ学生時代を振り返っていただいて、一番、はい、挫折失敗困難を経験した体験と、それをどう乗り越えたか教えてください。はい、それは高校時代の部活動になるのですが、小学校1年生の頃からずっと剣道をやっておりまして、全国大会に出るっていうところが夢と目標を掲げてやっておりました。高校3年生の時に、全国大会目前でレギュラーから外されてしまいまして、まあ、前提として高校に2回春の選抜とインターハイという大きな全国大会があるのですが、春の選抜の前に外されてしまいまして、そこから春の選抜に出場することはできなかったのですが、そこから大きな挫折、それが大きな挫折でして、それを乗り越えるために毎朝、6時に朝学校に行き、誰よりも早く学校に行き、練習をすることによって素振りであったりとか体幹を鍛えたりとかすることによって、夏の大会の前にはレギュラーに戻って出場することができました。ありがとうございます。あくまでもレギュラーになるというのは手段であって目的ではないと思うんですけど、はい、本来のチームの目的って何だったんですか？はい、チームの目的は全国大会出場するというところで、レギュラーに戻って全国大会に出場することはできました。出場することだけが目標だったんですか？そうですね、全国大会に出場をして、勝ち上がっていこうというところを目標に置いてたのですが、それが目標ですね。すいません。高校でも大学でもどっちもいいんですけど、はい、チームとしてチームの目標を掲げて、でもそれでも困難失敗挫折にぶつかってしまって、それでもまた立ち上がって、また目標に向かって突き進んで何か結果が出たみたいな、そのチームでというものがあれば教えてください。チームでに関しましては、長期インターンシップのところで、インスタグラム運用を行っておりまして、はい、私自身チームリーダーとして、下に2から3人ほどのチームメンバーを抱えておりまして、全員が、インスタグラム運用を行っていくようなアカウントっていうところを3つほど持っているというところでした。 KPI を 毎月 100% 達成しようというところだったんですが、自分がチームリーダーになった月に関しましては 50% しか達成できなくて、どういう状態ですか？100% というのは各アカウントごとに毎月のフォロワー増加数というところが設定されておりまして、それが達成できると 100% というところになりますね。具体的に数字ではいくつなんですか？アカウントの大きさによって各個別に振られているものになりますので、一概に何フォロワーというところはないです。池田さんのアカウントでざっくりどんな目標だったんですか？自分のアカウントでいきますと、1万フォロワー月間で増加っていうところが目標になってます。現状は何になるんですか？現状は、増加数でいきますと1日2人とかっていうところで大きく乖離していました。もともとの池田さんが手を加える前のアカウントはフォロワーは何人いたんですか？2000フォロワーになります。手を加えた後は何人になったんですか？その後は、1.2 万人になりました。1ヶ月間でそれを達成したんですか？1ヶ月間でいきますと8000人です。それは取り組んで何ヶ月間になるんですか？
KPI 自体は1ヶ月で区切られているのですが、そのアカウントを持っていたのが2ヶ月で、2ヶ月後には 1.2 万人になっていました。今もその運用やってるんですか？今は、そこの長期インターンシップとは違う場所で長期インターンシップをやっております。じゃあ 1.2 万人まで増やした、自分が気をつけていたポイント、工夫した点などあれば教えてください。引き継いだ時点で2000人のフォロワーというところで、投稿内容というところが既存のフォロワーの方に刺さっておらず、全然伸びていない状況だったので、投稿内容というところを変えました。ジャンル何系のアカウントなんですか？ですね、ジャンルに関しましては、ウォーターサーバーのアカウントになります。投稿内容を変える前の発信内容がですね、水のことを投稿していたのですが、それだと伸びていなかったので、投稿内容を変えるにあたって、フォロワーの方にインタビューを行ったところ、ママ世代の女性の方が多かったというところで、水と育児のお悩み情報というものを掛け合わせて発信していこうという方に、というふうに、投稿内容を変えました。で、その結果、投稿内容が受けて、2ヶ月後には 1.2 万人に増加させることができました。僕もインスタ全力でやってるんで分かるんですけど、それだけで1万人増えるとは思えないんですけど、はい、そうですね、大きな要因としては投稿内容を変えてっていうところと、その他の、手がついてなかったリールを打つであったりとか、はい、プレゼントキャンペーンをやるであったりとかっていう、その他の施策も組み合わせた結果、そこにたどり着いたっていう形になりますね。それって一人でやってたんですか？完全にアカウント運用自体は、運用として手を動かすのは自分一人でやっていました。で、かつ、クライアントのミーティングとかに関しましては、上長のマネージャーと同席して話すであったりとかっていうところをやっておりました。弊社はですね、結構大きな会社でして、仕事も10人ぐらいの部署に分けられて、で、大体日々3人から5人ぐらいのチームで動くんですよ。なんで、一人で動いたということよりかは、チームで動いたエピソードをかないと、弊社に入った後にどのくらいの価値を残してくれるかなってのが分からないんですよね。なので、ぜひチームで取り組んだ話を聞きたいんですけど、例えば上司とどういうコミュニケーションを取ったのかですとか、その自分が組織にどう貢献したのかっていう観点があれば教えてください。そこも、ウォーターサーバーのアカウント運用の方に関わってくるのですが、クライアント様の意向としては、水の発信をどんどん続けていってほしいという意向がありました。でも、私どもとしては、水の投稿だけじゃ伸びないよねというところがありました。で、私が、上長のマネージャーに提案したのが、育児と水の情報を掛け合わせた投稿の方が伸びるんじゃないかというところを提案して、クライアント様とのミーティングをしていただき、そこでクライアント様を説得することができて、結果、投稿内容を変えることができて、フォロワーが伸びた結果、契約が半年で切れるところが3ヶ月更新していただきて、契約継続ということに至りました。例えばでも投稿を作るとかって、なんかデザイナーさんとやり取りしたりとかっていうのはなかったんですか？はい、デザイナーさんとのやり取りもありました。何かそこで苦労したこと、工夫したことがあれば教えてください。そこに関しましては、フォーマットの方が、整っていなかったので、自分でフォーマットを整えて、デザイナーさんに投げるであったりとか、そのフォーマットが一定質が高いねというところをデザイナーさんから声をいただいてたので、他のアカウントを運用しているディレクターの方に回したりであったりとか、そういった感じで仕組み化というところも手を入れていました。わかりました。じゃあ、ガクチカは以上で、じゃあ池田さんが現在持たれている、強みと弱みの部分を教えてください。強みに関しましては、私自身成長に貪欲で行動力があるところかなと思っております。で、そこのエピソードに関しましては、私自身入学当初、付属校のところから大学に上がってきましたので、英語力というところがなかったのですが、周りの人を 見たところ、割とネイティブの英語とかっていうところを聞き取ることができて、そこにすごく劣等感を抱いてました。そこから英語学習に取り組んだ結果、1年半で TOEIC 810点を取ることができたりであったりとか、休学をして、自分のスキルをつけるために長期インターンを行ったりとかっていうところで、行動力があるところが強みかなと思っております。弱みに関しましては、頭をうまく切り替えるところができないというところが弱みかなと思っております。一つの長期インターンのことであったりとか、英語というところに一つに取り組んでしまう、周りが見えなくなってしまって、周りの物事がおろそかになってしまうというところが弱みかなと思っております。ありがとうございます。英語に関して質問なんですけど、はい、英語を上達させた道のり、何かあれば教えてください。英語を上達させる上において、まず英語ってどういうものなんだろうっていうところを理解することから始めました。その上で、スピーキングであったりとか、リスニング、文法であったりとか、語彙っていうところで、その要素分解をした上で、どこのところが自分に今足りてないのかっていうところで、基礎となる文法と語彙力っていうところは圧倒的になかったので、そこから勉強し始めることによって、そこからまず語彙力と文法をつ、身につけて、次にリスニング、弱かったね、リスニングを身につけて、次にスピーキングを身につけるといった形で取り組んできました。うん、
なるほど。ちょっとふわっとしてるなっていう印象を持ったんですけど、例えば具体的に、はい、外国人を巻き込んでこれこれこういうことをしたですとか、仲間を巻き込んでこれこれこういうことをしたっていうのがあれば教えてください。そうですね。自分の友達でも、英語ができる人と、勉強したいっていう友達がいたので、その2人と、毎週1時間、固定2時間を作って Zoom を通してオンライン英会話的なことをやったりであったりとか、お互いに勉強し合いをして教え合ったりとかっていうところをしていました。でそのメンバーが多分途中でモチベーションが落ちちゃったりもしたと思うんですけど、そのモチベーションを上げるための工夫が何かあれば教えてください。はい、モチベーションを上げるための工夫としては、必ずこの時間は、勉強してもしなくても Zoom だけはつなげようということを決めて、まずそういった環境を作るというところを、意識しておりました。で環境に入ると、少し話したりとかしていると徐々に英語の方を、意識し始めるので、少しでも10分間単語をやるとかっていうところでモチベーションを上げるといった工夫はやっておりました。ではここからは、志望動機を伺いたいんですけれども、弊社の南にエージェントを志望してくださっている理由を教えてください。はい、大きく挙げると3つあります。1つ目は、御社のビジョンというところに共感しているというところですね。で私、御社の、21世紀を代表する会社を作るというところのビジョンに共感しております。なぜ共感しているかといいますと、私自身、語学留学でカナダの方に行ったときに、すごく、日本との違いというのを目の当たりにしました。で、どういったところかというと、ホームレスの人がすごく多くて、日本よりも私自身が感じたところでいくと住みづらいなというところを感じたのですが、ニュースを見ていると日本の幸福度がすごく低いというところに気づきました。で、カナダの方が、日本より幸福度が高いんですけど、自分としては日本に住んでいる方が幸せなのになんで違うんだろうといった時に、自分としてはその日本の幸福度を上げたいなというところを思いました。その21世紀を代表する会社を作るといったところが達成されると、日本からすごい、IT の力を使った代表するような会社が生まれることによって日本の幸福度が上がるのではないかなと考えております。でもう一つが、人という軸ですね。大学1年生の時に御社の社員さんと何人かと、ご飯に行く機会があったんですが、そこで、すごく御社の社員さんの方がですね、基準の高い目標を置いてそこに対してすごく熱弁してくださって、こういった大人の人たちと働きたいなと思ったのがきっかけです。でもう一つに関しましては、企業体質的なところになります。御社の中では、若手でも、取締役になれたりであったりとか、新規事業をどんどん立ち上げてるというところで、私自身も将来的には一ビジネスマンとして新規事業を立ち上げて、どんどんその日本の幸福度を上げていけるような、人になりたいと思っているので、この3点が御社の志望動機になります。なるほど。じゃあ弊社の社員が言っていて何か印象に残っていることを、言葉があれば教えてください。そうですね。モチベーションの源泉がすごく大事だよということを教えてまして、はい、モチベーションの源泉が、自分自身がどうなりたいかよりも、なんかどういったことをやってどういったフィードバックをもらいたいかっていうところがすごく大事だよっていう言葉が、印象に残っています。なるほど。じゃあそれを受けて、池田さんご自身のモチベーションの源泉は何だと感じました？自分自身のモチベーションの源泉は、自分が行った行動であったりとか、自分が行ったアクションに対して他人がそれに心を動かされて動くことかなと思っております。経験としまして、自分が、英語を勉強していたりとか長期インターンをやっているっていう少し違う他の学生と違ったことを行うことによって、自分の親友が、自分も何かチャレンジしてみたいと思って交換留学に応募して、交換留学に行って成長して帰ってきたりとかっていうところがすごく嬉しいなっていうところをモチベーションの源泉としています。このモチベーションの源泉が弊社でも発揮されるだろうなっていうふうに確信したことが何かあれば教えてください。御社の方はですね、アベマであったりとかゲームっていうところが、すごく強みかなと思っております。そういった、エンタメであったりとか、すごく数多くの人にリーチできるコンテンツを提供して、その、ファンであったりとか視聴者様から、すごくこの番組楽しみだであったりとか、こういった考えが醸成されたみたいな、そういったフィードバックが得られるところが、モチベーションの源泉を達成することができるかなと思っております。なるほど。で結構コンテンツを見るのが好きだって感じですかね。そうですね、コンテンツ見るのは好きですね。なるほど。じゃあ、次の質問なんですけど、弊社以外のコンテンツで、何か自分の中でこれはグッときたなっていうものがあれば教えてください。それでいきますと、映画になるんですけど、はい、ウォール・オブ・フラワーっていった映画がすごくグッときたなっていう。なるほど。すみません、知らないです。すみません。ウォール・オブ・フラワーっていうのが、病気を抱えてる男の子が、高校に進学して、その高校で、初恋に落ちて、でも病気が再発してしまうみたいな映画なんですけど、
感情の波みたいなところにすごくグッときたなっていうところです。なるほど、ありがとうございます。ですね、じゃあ映画はコンテンツに対してお金を払うって見るものだと思うんですけど、はい、で逆にコンテンツを払わずに無料で見れるコンテンツの中で何かグッときたなと思うものがあれば教えてください。お金を払わずに見れるコンテンツでってことですか。例えば YouTube とか、まあ、それこそアベマみたいな、まあうん、まあそんな感じの、はい、そうですね、TikTok になるんですけど、ウクライナと今ロシアの戦争が話題になっていると思うんですけど、はい、その現地の様子っていうものを現地の方が上げている動画っていうところがすごくグッとくるというか考えさせるなと思ってまして、一個人が発信をすることによって現場のリアルっていうものを伝えれる時代で、なおかつ自分たちが現場にいなくてもそういった状況を知れるっていうところはすごくグッとくるコンテンツだなと思っております。なるほど。結構ジャーナリズムとかそっちの方に興味あったりしますか。ジャーナリズムと報道の方は、そこに対してワクワクするかって言われるとワクワクはしないんですけど、教養として見る程度。なるほど。実際じゃあ弊社入った後に担当したいコンテンツ何かあったりします？御社の方に入った後に対して、担当したいコンテンツっていうのはないんですが、どちらかというと新規事業を作るとかであったりとか、そっちの方に興味があります。でも新規事業って実際自分が起業しちゃえばいいって話なんじゃないですか。そうですね、起業っていうのも選択肢の一つかなと、大学生の1年生大学1年生の時は思っていたんですけど、一度自分自身でアパレルブランドを立ち上げて売った経験がありまして、その時に自分一人やった時にあまりモチベーションが湧かなくて続かなかったっていうところで、逆に、高校3年生の時に模擬店をやったことがあるんですけど、文化祭で、その時は、学校から配られた、お金だけでは足りなかったので、クラスの方から約も3000円ほど一人ずつ集めて、そこでチームを組んでやったっていうことがあるんですけど、その、チームを組んでやった時の方がモチベーション高く、なおかつそのチームに還元しないといけないという責任感があって頑張れたっていうので、企業ではなく御社の中に入ってチームを組んでやりたいなと思っております。いやでも実際自分で起業したとしても人を雇うことはできるし、アルバイトもできるし、業務委託もできるんで、別に起業イコール一人でやることではないですよ。そうですね、自分の中で、持っているのがその採用であったりとかっていう形のもそうなんですけど、御社の中で、チームを巻き込んで、御社の、その目標を高く設定して、そこに対して前向きに仕事ができる人たちと働きたいなっていうのがあるので、企業ではなく御社の中でやりたいなと思っております。了解しました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ではお疲れ様でした。池田さんどうでしたか、面接の方は。いや、すごくなんか難しいなっていうところが率直な感想で、うん、自分としては緊張せずにもっと整理して話し取ってきたなっていうところがあって、なんか結構後悔が残る面接で。どこですか、具体的には後悔は。挫折経験のところが、はい、うまくまとまらずに話してしまって、はい、なんか自分がそういうどういった思いでやってたのかであったりとか、具体的にどういったアクションを行ったのかみたいなのが伝わりづらいところだったなって。ちなみにどっちですか、高校と大学どっちの話ですか。高校の、はい、部活の運動のところの話です。もっと話せたと。そうですね。なるほど。まあ、その時は、まあ、変化球ですけど、最後面接切られる前にちょっと30秒いいですかっていうふうにもらっちゃうってことあ手ですよね。はい、確かに。じゃあ早速南さんの方から丸バツの札の方をお願いします。どっちこっちこっちに向かって。こっち、はい、ではドゥルルルルルで、バツです。あ、はい、なぜかっていう理由のところをお願いします。はい、まあ経験が足りてないだけなので経験を積めば大丈夫です。はい、でまずじゃあ高校時代の話なんですけど、目標の部分で全国大会に出るっていうのが目標っていうのを繰り返し言ってたんですけど、全国大会っていうのはあくまで手段なんですよね。大会に出てどうしたいかっていう話の方が大事なんで、なんか全体を通じて思ったのは肩書きとか出て満足しそうだなっていうふうに思ったんですよね。なんかその全国大会っていう肩書きに満足するっていうふうに思ったですよ。会社も結局入って満足終わりみたいになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったのが全体を通して思った印象です。やっぱりテイクの方が優先しちゃってて、どっちかっていうと先にギブの方が来るべきなんですよね。組織に対して自分がどういう価値どういう利益を埋めるのかっていうギブが先にあって、だから私のことを採用するべきですよってテイクになってるっていうギブ&テイクがないと、お互いに見えじゃないとこの採用っていう取引が成り立たないんですよね。で今だとちょっとクレクレになっちゃったんですよ全体的に。だから剣道の話もインターンの話もそうなんですけど、自分がその
どういうふうに利益を残せるのかっていう、そのチームへの貢献っていう、チームの中で自分がどういう立場にいてチームとしてどういう利益を埋めるのかっていう視点が足りないですね。例えば高校時代の話をするにしても団体戦ですよね、剣道って。そうです。で、部員って何人いました？部員は全部20人ですよね。その20人ってすごい大事じゃないですか。その20人のモチベーションをどう上げたのかとか、そのどういう工夫をしたのかっていう、その組織の話をするべきで、全国大会に出るだけじゃ終わりじゃ弱いんですよ。すごい大事なことは20人全員のモチベーションをどう上げたのかっていう方がすごい大事。そっちの方が聞きたい。ありがとうございます。はい。じゃあチームを巻き込んで自分が決めた目標に向かってみんなと一緒に頑張っていたみたいな感じの話をできると最高。その通りです。なるほど、はい。ただ目標設定もその自分一人よがりで一人で決めたものというよりかは、うん、みんなで話し合った、もしくは上司と話し合ったっていう視点があると正しい目標設定だなっていうふうに思います。なるほど、はい。では次いきます。大学時代のインターンの話なんですけど、ちょっと NG なのがいくつかあって、まず、はい、自分の下にっていう言い方があったんですね。下に2人いました。その下にっていう言い方はちょっと印象良くないです。僕その時点でちょっとないしなしだな、この時点で僕の NG だったんですよ。人のことを下にっていうのは良くないですね。はい、はい、仲間です、それは。はい、なんでまあこれは訓練の話なので言い方を気をつけてください。まだあと1年あるので、はい、まあ経験が足りないだけだと思うので、経験を積めば大丈夫です。うん、そういう言い方一つで結構人間性出たりするので、まあ、ちょっとその辺は気をつけた方が良いです。で、プレゼンの仕方なんですけど、プレゼンの仕方がまずその結論ファーストで言ってほしくて、これ今回結論ファーストじゃなかったんですよ。まずそのクライアントワークでクライアントが契約が打ち切られそうだった、でもそこから改善したっていう結論を最初にポンって持っておかないと何の話してるか分かんなくなっちゃうんですね。でこのクライアントから切られそうだったけど継続できたっていう話って後半の方に、てか最後の方に出てきたんですけど、それ最初ですよ。それその目標があった上でそのクライアントからの受注を継続するっていうための手段としてインスタ運用があります。インスタ運用の数字の話も結構後半で出てきたので最初に言ってください。あのビフォー2000人のアフター1万2000人っていうその数字を言ってくれないと分かんないです。で正直僕もインスタめっちゃやってますし、これから受ける会社も多分インスタめっちゃやってる人多いと思うんですけど、1、2ヶ月で1万人ってほぼ不可能ですね。それをやってる人は全員分かります。でっていうことは何かしら裏があるんですね。でそれこそさっき聞いた通りプレゼント企画っていう話があったと思うんですけど、結局それ金で釣ってるだけじゃないみたいな風に思っちゃったんですよ。でそうしないと確かにプレゼント企画とかやんないと 1,2 ヶ月で1万って不可能なんです。もしくは超有名な人に紹介してもらうかっていう、その2択なんです。結局なんかそれって別に池田さんじゃなくてもいいんじゃない、誰でもいいんじゃないっていう風に思っちゃったです。はい。次、志望動機の部分では良かった点は最初に抽象的な話って次に具体的な話をするっていう、その抽象具体の流れはこっちから誘導しなくても出てきたので、それはすごい良かったです。すごく大事なことは具体的な経験の部分なので、必ず具体的な経験を言わないと価値がないっていうふうに思ってください。で志望動機はまず3つって言ったんですけど、3つって正直多いんですよ。覚えられない。1つか2つにしてください、絞ってください。はい、今回です。何が特に強かったですかね。経験談がないとダメなので、社員と話したっていう部分は一番重要です。それ一番に言った方がいいかもしれない。それ一番に言った方がいいですよ。うん、であとはカナダの話、ここで出てきたんですよ。カナダの経験をしてるっていう意味で言うと、これも出しました方がいいですよね。この2つでいいんじゃないですか。まず3つともちょっとピクッと気になるっていうのも結構あって、まず1つ目のビジョンの話は、これビジョンって誰でも言えちゃうんですよ。コピペで言えちゃうので、その面接の30分前にサイト見た人が言えちゃう話なので、誰でも言える言葉って嬉しくないんですよね。正直ビジョンは言わなくても分かってるっていうのがこっちの話なので、大事なことは別に具体的な経験談が大事なので、カナダに留学した時にカナダ人が言ってたこと、具体的なセリフ、具体的な経験っていうのの方がもっと欲しい。それが本当の自分、嘘のない自分の言葉なので、そっちが欲しかったです。これでカナダの話が出てきたんで、さっき何英語の話の時それ言わなかったじゃんみたいな話があって、こっちはなんでってになった。次、人に関して言うと、これ人と会ってるのはベリーグッドなんですけれども、ちょっと全体的に社員への憧れが強すぎるなって思ったんですね。憧れが強くて価値を埋めるのはいいんですけど、憧れが強いだけだと入って満足しちゃうんですよ。この人たちの仲間のうちになれた、やった、終わりって、っていうので採用した後に満足して終わりそうだなって思ったので、採用はあくまでも手段であって、その仲間と一緒になって採用した御社にもメリットがあるし、自分個人にとってもメリットがある、どっちにもメリットがありますよねって話をしないといけないので、その憧れだけだと良くないです。採用する側の気持ちを考えた方が良くて、なんかくれくれだとうざいじゃないですか。
採用した側にもメリットあるし、僕にもメリットあるんです。どっちにもメリットありますよねっていう話し方じゃないとよくない、うんうん、ありがとうございます。はい、最後3つ目、体質の部分に関して言うと、これも新規事業の社長になりたいだけ、肩書きだけみたいな感じの印象を受けたので、あんまり良くないですね。これは体質の部分は、要はこれも、自分という商品が御社に入ればこんなにメリットを埋めて、うん、御社に利益価値を埋めますよって話をした方が良くて、うん、それがなかったんですよね。要は過去の経験から紐付けて、過去こういうことをしたから将来こういう価値が埋めるっていう過去現在未来のつながりが分かればよい、うん、じゃあ例えば新規事業社長になりたいっていうだけじゃなくて、こういう事業をしたくて、でこういう事業をすることで御社にはこういうような影響を与えられますよみたいな話が、具体的な話ができるといいんですか。そうです、そうです。でそのためには社員訪問で社員と話す、うんうんうん、具体的に話すっていうことがないと浅い、うん、薄いになっちゃうんですよ。で最後になんですけど、コンテンツの話を聞きました。これは、まあ、広告系メディア系だと聞かれますよ。広告代理店だったら好きな広告ない、メディア系だったら好きな番組ない、好きなコンテンツないっていうのは必ず聞かれるんで、要は自分がどういうことに興味を持っていて、なぜこれに興味を持ったのかっていう部分ですね。これは正直知りたいです。これ必ず聞かれると思った方がよくて、僕が気になったのは、うん、TikTok のウクライナの話は、これ体験談なんで20丸なんですね。これ体験談、自分の本当の嘘を偽りないじゃないですか。 嘘がない言葉っていうのはすごい良い言葉です、うん、ただそこまで良かったんですけど、その後に別にジャーナリズムには興味ない、報道には興味ないって話だったので、一貫性がないなって思ったんです。興味があるのに、そこに興味持つのにジャーナリズム報道に興味ない、なんでみたいな。でもしジャーナリズム報道だったら、まあ、南エージェントでも、まあ、某番組があるわけですよ、まあ、スマートフォンで見れる某南プライムっていうのがあるんですけどそっちの方向でコンテンツプロデューサーみたいな感じで枠があるので、そっちにも合ってるんじゃないかなっていうふうに探ったんですけど、興味ないって言われて、その一貫性がないのはなんか なんでっていうふうになったです。で、はい、まあ、要はでも体験談が大事なんですよ、うん、はい、要は基本抽象的な話ってつまんないし、うん、嘘だから大体。でも体験談って嘘つかないので、うん、あのこっちも興味持つんですよ、体験談って。面接官側も発見があるので、それはすごい、うん、あの話した方が良いです。はい、以上です、うん、いやでもあの思ったんですけど、いろんな経験されてる方なので、うんうん、話し方とかその話す順番とかさえ気をつければ全然良くなると思う。そうですね、そうです。しかもポテンシャルめっちゃ高いなと思いました。そうです、ありがとうございます。良かったところありましたか。良かったところは具体的な経験談が入れてるところが、うん、それは良かったところですね。しかもあの南さんが言ってる学生時代をなあなあに過ごすんじゃなくて、もう既に起業してたりとか、はい、うん、インターンしてるだけで上位数パーセントに入ると思うので、うん、そのエピソードをもっとしっかり話せるようになると。そうですね、まあ振り返ってみるといいかな、自分の人生を、うんうんうん、と思います。はい、まだねこれから全然時間あるので、今日の面接振り返ってみて、動画あって見てみて、改善していただけたらなと、フィードバックにつなげていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。池田さん、あの軽く感想をお願いします。はい、そうですね、面接自体初めてで、でもすごいですよね。僕が大学3年生だったら喋れないで、喋れない、私も喋れない、はい、まあ、もっとそういうことおっしゃっていただいた通り、自分がやってきた経験を振り返ってもっとなんか、うん、具体的に流動を上げて話せるようになりたいなと。いやでも大学3年生の4月でこれはもうできすぎですよまあまあまあ、まあ、いろんな人に自分という商品の魅力を説明するっていう場をたくさん作った方がいいと思うので、うん、場数をたくさん作ってください。自分で与えられるものじゃなくて自分で作るというふうにするといいと思います。はい、これからも頑張ってください。これからも協力させてください。はい、応援します。頑張ってください。ということで今日の面接は以上になります。池田さん、みなみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではあの南さんの SNS と、あと、はい、こちらですね、世界一面白くてお金になる経済講座発売しておりますので、ぜひあの本屋さんで手に取っていただけたら嬉しいです。また概要欄に YouTube 貼ってあるので、はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。